ミオリティックシープドッグは、ルーマニア原産の森地区犬種の一つである。単に、ミオリティックと呼ばれることもあり、ミオリティックシェパードドッグとも呼ばれる。かつては、カルパチアンシェパードドッグと同一視されて、ルーマニアンシープドッグと呼ばれていたこともあったが、現在は全く別の犬種であることが公式に証明され、それぞれ個別に不思議に公認登録されている。 かなり古くから存在していた犬種で、1359年に記された資料にはすでに犬種として存在していたことが明記されている。その資料には恐竜に襲われた主人をミオリティックのメス犬が死闘の末守り抜き、このことが原因で命を落としたことが記されている。実際に主人に対する慈愛が深く、不審者に対しては、 命がけで勇敢に戦う点は昔から変わっていない。この話は実話であったとされている。ミオリティックは、同国原産のカルパチアンシェパードドッグとタッグを組んで、数匹の護衛団を作り、熊や山猫、泥棒から羊を守る森地区剣として使われた。いざという時にはそれらと戦って倒すことができ、姿も、護衛能力も秀でた名剣として、ルーマニアでは、 人気があった。1900年代の後半にスタンダードが設定され、1981年にルーマニアのケネルクラブで公認された。後に、フシーにも公認されて、国際的な犬種の仲間入りを果たすが、はじめはカルパチアンシェパードドッグと同地チさんであるということで、同一の犬種として一から下にされて登録されていた。しかし、 2002年にミオリティックとカルパチアンの違いを再確認する動きが起こり、非常に多くの点で領主が異なっているということが証明された。これをもとに領主は別の犬種として登録し直されることになり、2005年に正式に独立犬種として公認された。ルーマニアでは人気の高い犬種であるが、羊飼いの飼う実用犬以外は、 高い地位を象徴する高貴な犬として崇められている。一般の人もペットやショードッグとして飼育を行っているが、大統領やその家族、長官職に就いたことのある人物がよくミオリティックを飼育している。ヨーロッパでは近年ショードッグとして人気が高まっており、少しずつだが、ルーマニア国外でも飼育されるようになってきた。 カルパチアンがさらりとしたコートを持っているのに対し、ミオリティックは柔らかく、たっぷりとした、シャギーコートに、目まで覆われている。このコートは、防寒性、防水性が抜群で、しなやかであるにもかかわらず山猫の爪や牙を、防ぎダメージを軽減させることができる。ただし、高温多湿な環境下では、群れて、皮膚炎を起こしやすいのが欠点である。 通常コートは長めに伸ばし美しさを際立たせるが、牡蠣や手入れが大変な人は、サマーカットを施す場合もある。毛色は、純白が好まれるが、一部もしくは大きなブチとして、グレーなどの色が入ったり、わずかに混じっていることが多い。純白のものは値段が高く、色が入ると程度により、値段が安くなる傾向にある。目は小さく、マズルは短めである。 筋骨隆々でがっしりとした骨太の体格の通り、力はかなり強い。足は太く長く、背は平らに、近く、首は短い。耳は飾り毛のある垂れ耳、尾はふさふさした垂れを。体高は、オス70から75センチメートル、メス65から70センチメートルで、体重は、死ゆともに45キログラム前後の大型犬で、 性格は主人に忠実で、恩は、慈愛が深いが、仕事柄により警戒心が強い。初対面の人や犬に対してはかなり慎重に接するが、一旦打ち解ければ大切な友人として、迎え入れてくれる。状況判断力に富み、主人家族に危機が迫った時には、命がけで勇猛果敢に戦いを挑む。運動量は多めで、かかりやすい病気は、 大型犬にありがちな股関節形成不全、気質の通り地肌が群れて起こる、皮膚炎、コートが目に入って起こりやすい目疾感などがある。ありがとうございます。